皆さん、こんにちは。キチョリラジオが始まりました。進行を、えー、務めさせていただきますのは、井村豪と申します。このキチョリラジオでは、えー、2つの、まあ、大きなテーマについて、えー、お話をさせていただいております。えー、1つ目が きちょりごとについて話をするとそして2つ目が日常とは少し変わった、えー、非日常な出来事についてお話をすると、えー、最初のこのきちょりごとなんですけれどもこれは私が書いた本です自分で1つのテーマを決めてそのテーマについて 自分の意見を原稿を用意し、まあ、a 4一枚程度にパソコンで入力しながら書いていくと。でそのテーマが100個集まりましたので冊子、まあ、にしようと考えそれを冊子にした本となっております。で、2つ目の非日常なんですけれども、まあ、私は高等学校に勤務をしていましてかれこれ えー、13年目をお迎えております、まあその中でもう日常の繰り返しで This is a 日常 in the school ぐらいなやっぱりこの学校生活もう日常が変わらずに続いてきます、まあ、その中でただでさえやっぱり楽しくない場所ですからもう学校という場所自体がそこでまあ 非日常な出来事があれば、まあ、少しは楽しいのたぐらいはいけるかなと思ったり思わなかったりしているところであります。ですので、まあ非日常な出来事を毎日追い求めると、まあ、そんなイメージでアンテナを張ってといいますか過ごしております。現在 9月の7日日水曜日ですこの番組は、まあ、収録放送ですので、まあ、水曜日、えー、午前中に放送しております、まあ、本当に台風も、えー、過ぎ去って、まあ、直撃することもなくよかったかなと、まあ、その中で非日常な出来事としまして、まあ、8月 8月31日までは学校は夏休みがありますのでその中で夏休み後半の方ここで2つほど、まあ、非日常な出来事を経験することになったと最初は8月の28日日曜日日曜日にまあ午後ですね日曜日の午後夕方 FM 中さん近くのもう1 0 0ルぐらいしか離れていない場所で、えー、ミス・チーさん、あのー、ラジオ FM 中でラジオ番組をされていました、えー、ミス・チーさんのウィッチ・ザ・ダリア、えー、というお店の方に行きまして、まあ、行ったきっかけもこのミス・チーさんは FM 中でラジオをずっとされていて。 1>, で1年前ですかねまたラジオ番組を奈良社長とお二人でされた時にコロナにコロナウイルスから回復された時だったと思うんですが、まあ、そのお話をお二人でされて確か冒頭でミスチーさんがもう本当に10分間ぐらい一回も 止まることなく息、まあ、継ぎせず確か話したような、まあ、その放送が、まあ、ちょっと、まあ、記憶に残っていてでまたその中で、えー、セレクトショップを、えー、オープンしたということでまあツイッター等で上げられていて、まあ、ゴールドを基調にしたような,なんか不思議の国の 物語みたいなイメージになっておりましてで私が以前、まあ、作った制作したゴールドのオブジェがありまして、まあ、最初は植木鉢とか、まあ、そういったお花を飾ろうと思いながら作ったオブジェででこれ結構周りの先生方も洋服とかもかけられるねという話があったりなかったり。 しまして。で、このゴールドオブジェ、180センチぐらい高さがあり、まあ、幅も90センチぐらいありますので、そのゴールドの、まあ、イメージが、のお店の中に合うんじゃないかと、まあ、勝手に思って、えー、そしてまあミスチーさんのところで、このゴールドオブジェ、もしかしたら、 会うかもしれないですというお話をするために来店したと。でそこでお話をしてまあいいですねという流れでまずそれをお店の方に置いていただけると。でまたさらにやっぱりこういった非日常のアンテナを張っておりますのでえー、日向さんとおっしゃる 千葉県確かの方で、まあ、沖縄の方に、えー、来ているとでその方が、まあ、今日夕方名護まで、まあ、行くと那覇、まあ、からですねで私もちょうど、えー、名護まで行く用事がありましたので、まあ、本当にタイミングが合い、まあ、送迎することに、まあ、送っていくことになり まあ車の中で本当お話聞いてると、まだ本当と20代前半で、でもその中で、まあ自分のやっぱ夢をしっかり抱いて、本当とそれに向かって、もうまっすぐ進んでいるなと。やっぱそういったまあ人たち、まあ若者、まあ国平が若者言うなとかおっしゃるかもしれませんが、まあ若者ですね。 たちがえたくさんやっぱりいるんだなと、まあ、刺激を受けながらなかなか学校現場でもこの将来の、まあ、目標であったり今進学就職先であったり定まっていない生徒がほとんどで、まあ、この日向さんのようにもう本当に中学ぐらいから夢がでっ大きな夢があって それに向かって進んでいるという、まあ、そういった人との出会いが、まあ、貴重な出会いが28日の日曜日に8月あったとこれが一つの非日常な出来事とまた車の中で雨が降りそうで晴れまして 以前お話ししたように私はまあ強烈な雨男でで日向さんが強烈な晴れ女ということで、まあ、晴れが勝ちましたとありがとうございます2つ目のこの非日常な出来事これが8月の、えー、30日火曜日 のまた夕方ですね、まあ、その2日後ですねありまして28で先ほどのセレクトショップので30日でこの30日は壺谷那覇市の壺屋演劇場を重ねさんという本当に演劇場小さなですけどなんか本当歴史を感じさせる演劇場で 大喜利の壺というまあほんとイベントといいますか毎週火曜日、まあ、メタリカさんが主催をして行っているとでその大喜利の壺に一度ちょっと参加したいなとまあやっぱり大喜利ってなかなか聞いたことはあるんですけれどもまあすぐおだよだされてこうパッと頭でちょこっとは考えれます やっぱりテレビラジオ等で言われてでもそのちょこっとからそれを文章にしてでさらにある程度やっぱりそれがうんまあ面白いと言いますか、えー、非現実なイメージ人と少し違うイメージに持っていくとやっぱすごい作業をこの瞬間でやっぱ行うというこの大喜利という競技。 競技ですねこれを体験したいなと思いましてつぼ屋の方に行きましたと本当に10名以上の人たちが結果的に集まってもう時間を忘れるぐらいプレジプルプルプルじゃなくプロジェクタープロジェクターであの壁にお題が投影され もう本当それこそ B4、まあ、ぐらいのボードホワイトボードみたいなものを、まあ、一人一人あってでマーカーとはラフル黒板消しもあってそんな完璧なセットの状態で、まあ、ガチの大喜利とこういった、まあ、貴重な、まあ、体験をさせていただき やっぱり面白いなと、この大喜利。瞬間的にワードがどれぐらいやっぱり浮かぶ、浮かべるかっていう、まあそういったイメージ。で、よく大喜利で、あのテレビで、一本グランプリ、すごい有名な、えー、グランプリがあると思いますが、まあその、えー、一本グランプリの 確か今最新が第27回が確か5月に行われたと思うんですけれども、まあ、23回ちょっと過去のものを、えーまあ、インターネットから探しましてで23回のものが出てきましたのでその23回もしくはそれ以降の、えー、以前のお題を ちょっとピッックアップしてで確かに大喜利は瞬発力ですからパッて言われたらパッて答えるみたいなでも私はちょっとだけ時間をいただいて、えー、答えお題に対する答えを考えてきました例えば第23回の1本グランプリ、えー、第1問ステイホーム ソーシャルディスタンスのように、えー、熟年離婚を言い換えてください。これがお題です。で、私は少しまあ考え、ちょっと考えました。えー、答えが、ララララサンバでどないです。まあ、あの、今夜、 誰かと会うみたいな意味で、まあ、小田裕二さんが歌った、えー、メロディーをまあ少し引用したような、えー、第二問パソコンの全ボタンを一斉に押したら何が起きますかというお題ですで回答まあ私の回答はあなたが いたから「愛を知りました」「あなたがいたから愛を知りました」という梅原紙幣さんですかね「愛ある街で」という、まあ、歌の歌詞を少し引用。 しましたえー、問題第3問自分の骨を最大限に使うと何ができますか、えー、私の答えが「校庭の真ん中にちょっと大きなプレハブ小屋が立つ」です。第4問あこれ第8問までありますのでよろしくお願いします。 第4問韓国料理っぽく怒ってくださいえー、回答が、まあ、私のおかんだからこれはスープと違うって言っけじゃんです第5問、えー、最初の語り出しを聞いて この階段完全に作り話だなどんなのはい回答ですこの話はよ1年前に音を立てず100個連続で卵割りを見事に成功させたで伝説の富子おばあから聞いたんだけどさです第6問 わざわざ耳打ちすななんと言われたえ回答です「通りの向こうに君がいた走り出そうとするこの僕に」 君は離れてお辞儀しただけでごめんねって声が聞こえた気がしたです。まあ、これはまたスマップさんのどんないいことという曲からちょっと引用しました。第7問。 え弁当箱を開けたら「うわ嫁怒ってるわどうなってた」まあ、回答ですえ「真っ赤なミニトマトの目真っ白なタケノコの角え極めつけは真っピンクなアポロの牙が白米の中に埋め込まれていた」です 最後の第8問1二2センチこれ何の長さで回答が1メートルだと計測された小学生がハンカチを落としたと前にかがみながらかかとに忍び込ませていたビー玉を踏みながら再度計測した身長ですこれあの 過去の第23回と、まあ、それ以前のえ一本グランプリ、えー、さんの方から、まあ、お題を頂い,いて頂、まあ、い,いてといいますかインターネットで調べてそれに対しての、まあ、自分の回答を書いたとまあ自己満ですまあでもこのやっぱ大喜利、えー、お題に対しての この回答キーワードなり自分の中でこのワードを、まあ、探す練習であったりえ文章の,このつなぐ練習であったり、まあ、いろんなさまざまな要素といいますか学ぶべきことが多いんじゃないかなと。うん、これが8月、えー、30日火曜日の まあ28のウィッチ・ザ・ダリアさんミス・チーさんのセレクトショップ、えー、そして30日の、まあ、メタリカさん主催の大喜利の壺と、まあ、いろんな本当にところに、まあ、自分でアンテナを張ってでまあ行動に移せば、えー、非日常は少しずつ生まれてくるのかなと。 そういった日に日常を経験することで、まあ、人と出会うこともできますしまあいろんな価値観考え方も、えー、共有することもできますしまた新しい発見つながりができるんじゃないかなと、まあ、思いながら、まあ、今後も参加していきたいなと。え、きちょりごと少し時間ありますのでまああの最初の えー、ウィッチザ・ダリアさんの際に日向さんを、えー、名護の方まで送迎した時の「まあ、雨男雨女」のお話、えー「雨男」第75回目のテーマは「雨男」です「まあ、気岸理事」「んでこのタイミングに降るのだろう、まあ」大学生の時によく口にした言葉です。 私の日々の日課にジョギングがあるのですが休みの日などは午前中と午後の2回に分けて部活動並みのスケジュールを自分なりに作っていました。もちろん走ることの天敵は空模様と明かりです。まあ、明かりに関して言えば淀川の河川敷ということもあり人が走れるくらいの照度は確保されていました。 で一方、空模様に至っては当日になってみないとわからないのです。私は特に自分がアメ男だという実覚はありませんでした。しかし大学生活を機に自分はアメ男の疑いがあると思うようになったのですと。まあ、大学ぐらいで本当にアメ男なのかなとこの思うようになったと。 例えば走る前に空が多少曇っていても雨は降らないだろうと思いジョギングスタイルでアパートの玄関を出るとすると出た瞬間に小雨が降ってくるのですこれ本当大学の時は特にアパートから出た瞬間に小雨がちらついてこれが何回かありやばいなとそこから大学大阪を出て,て 鹿児島市内のえ鹿児島鹿屋市の方で、えー、臨時職員として働くんですけれどもそこでもアパートから学校に行くために出るとやっぱり降るといったもうずっとこれは続いていて10年ぐらい続いたのかなと、まあ、こちらに来て少しなくなってきています最後に また歌をちょっと紹介したいなと思っておりますのでちょっときちょりことを切り上げまして最後は私の好きな歌を紹介したいなと、えー、今日紹介する歌は「DreamsComeTrue」さんの「ラブラブラブドね l 寝通してすごくすごく好きな」 「ただ伝えたいだけなのに」「ルルルルル」「うまく言えないんだろう」ねえ「ねせめて夢で会いたいと願う」 夜に限って一度もルルルルル出てきてはくれないねねえどうしてすごく愛してる人に 愛してるというだけでルルルルル涙が出ちゃうんだろう二人出会った日が少しずつ思い出に な「あ愛してる愛してる」「ルルルルルル」「ねえどうして涙が出ちゃうんだろう」 Nami Daga de Chun Daro. Lab, Lab, I o Sakebo. I o Yobo. Lab, Lab, I o Sakebo.

またこういった形で非日常な出来事そしてまあ貴重ごと、えー、最後は歌を紹介するとでまたちょっと一本グランプリさんの大喜利を少しまたやりたいなと思っております明日からの一日が皆さんにとって幸せな一日となりますようにさようなら